JR 最西端の駅佐世保駅へやってきました。本日宿泊するセントラルホテル佐世保と佐世保駅を少し紹介したいと思います。今映していますのは松浦鉄道、通称 MR。 こちらが日本の最西端を走る鉄道になります。もともと松浦鉄道の路線は JR 九州松浦線のものでしたが、昭和63年に現在の松浦鉄道に転換されました。今映していますのが長崎行きの普通始発列車です。特急列車は緑が運行していまして、博多へ行くことができます。特急以外の列車は大村線を利用して長崎方面へ向かいます。佐世保駅といいますと、長崎の北部の中心駅にはなるんですが、こちらはですね、列車がほぼ1時間に1、2本しかですね運行していませんので、6番ホームまでホームはあるんですが、結構持て余しているような状況なようです。駅の構内にはロコキットという佐世保バーガー屋さんが入っていましたが、本日は閉店してしまっていました。コンコースの様子ですが、こちらは広くなっていまして、ファミリーマートやお土産屋さんが入っていました。松浦鉄道の入り口ですが、直通列車がない場合はコンコースからまたホームへ上がる必要があるそうです。佐世保駅ですが、2001年に新駅舎が完成しまして、高架化されたそうです。撮影していた時間がですね、21時30分頃だったんですが、人の姿はコンコースに少しだけいるぐらいでした。佐世保駅の外の風景なんですが、駅の中ではですね、結構田舎の駅なんかなというふうに思ってたんですけど、結構再開発っていうのが進んでいまして、外へ出てくると思ったよりは都会の雰囲気でした。これから宿泊するセントラルホテル佐世保の方へ向かいたいと思います。所要時間は約10分ほどです。佐世保駅の目の前には国道35号線が通っているんですが、こちらは4車線になっていますので、割と交通量も多いです。宿泊しますセントラルホテル佐世保はこの国道35号線沿いを通っていけば到着することができます。少し前にですね、思わずくさーっと言ってしまったんですが、右手にですね、トイレがありまして、なかなかの悪臭を放っていました。今映していますのは京町通り商店街です。目の前に緑色の看板が見えると思いますが、こちらがセントラルホテル佐世保になります。この後はですね、シングルルームなんですけど、ホテル内のレビューをしてみたいと思います。今回の宿泊料金ですが4300円です。今日はですね、セントラル佐世保ホテルさんのところに宿泊しました。結構安かったですね。ただもう本当にビジネスホテルなんで、もう泊まるだけということなんですけど、まあお値段も安くて、まあちょっとだけ駅から10分ぐらいは歩かないとダメなんですけど、結構ですね、アメニティが充実してるなと思いましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まずも入ってもらったらベッドだけになってまして、はい、こんな感じですね。ただこの部屋、ホテルですね、全室 Wi-Fi つながってますので、ネット環境、パソコンとか、まあ、携帯があればネット環境は困らないですと。で、嬉しかったのがこちらのですね、夜食用のおにぎりは無料でいただけます。フロントのところに置いてて、無料でどうぞとなってましたね。で、続きまして、まあこれホテルではよくあるんですけど、このブレンディのカフェオレをですね、飲めたりとかできますし、なんかお水も無料やった。多分このお水ね、サービスなんですよ。公式サイトでお客様の期待に応える7箇条みたいなの書いてましたね。で、もちろんこんな感じで、テレビもベッドの前についてますと。ちょっとベッドの座り心地どうですかね。ああ。まあまあまあ普通ですね。で、次お風呂行きましょうか。お風呂はおなじみのお風呂とトイレが一緒と。あ、でもウォシュレットがついてるのはでかいですね。ちゃんとタオルとかシャンプーとかも全部ついてますし、アメニティはもうちゃんとしてるんで、もう泊まる分には全然問題ないですね。
2月の下旬の佐世保長崎なんですけど、日中はですね最高気温18度ありまして、まあ、結構も暑いんですよ。ただもう夜になると、最低気温は5度まで下がってしまうということで、結構寒暖差があってですね、結構まあ体力奪われる環境ではあって、今日はもうヘトヘトなんですね。ということでこの後はちょっとだけですね動画の編集作業をして、寝ようかなと思います。明日も、旅する予定なので、ではありがとうございました。失礼します。